ポン。え、なになに？今のアバンいる？おい先生大丈夫か？私はどこ？ここは誰？ああ、手遅れかな？どうしたんや、記憶喪失みたいなこと言い出して。うっ、実は何も思い出せなくて。おいおいマジかよ。おいは、どうしたんや？いや実はゆかりちゃんが記憶喪失になっちゃってな。そら大変やんか。ゆかり、おいゆかり、本当にうちのことも忘れちゃったんか。うちの子分としてせっせと働いてたお前が。変なこと吹き込むな。そして実はあかり先輩とも好きな関係で。変なこと吹き込むな。あんなに元気に顔たくさん飛ばしてたのに。優先して伝える情報それ。顔を飛ばす。そんなことできると思います。できてるできてる、ちょっとできてるよ。何体で覚えてんだ、やめろ。そして私とも不死な関係のあかり先輩についてはうっすら覚えてます。嘘じゃねえつってんだろ。ああさすが赤い糸で結ばれてるだけはある。結ばれてないけどね。あかり先輩は確かこうクリクリなお目目に、まあな、ふっくらシルエットに、あ得意技がつつき、あく多分こっちかこっち、どっちもちげえはしばくぞ。これは一旦分からせないとダメなやつやん。あかり先輩、あれここはもしかしてあかりまでも記憶が。これは人の記憶を飛ばすアイテム。嫌なこと忘れちゃいなよ。なんやそれ。基本的にストレス社会に生きる大人用のアイテムで、嫌なことを忘れたい時とかにこれで頭をポイントすると効果が発動します。物理的にやるやつなん。でもこれ未成年が使うと頭がパーになる副作用が。あピョロピョロベビンガビン。説得力だね。一体誰がこんなことを。おいこれ使うのやめろ。あれあかり先輩記憶は。そういや皆さんどちら様や。やっぱり忘れてる。どうしたらいいんだ。とりあえず落ち着きな。